入っていく感じですね。濡れてないようには見えますよね。あんまり雨はこの辺は降ってないのかな。いやー、一日中高速道路とか一般道とかね、とにかく一日中車に乗り込みます。大地が広がっておりますってことが伝わってきますよね。本当は運転なんかやめて街を歩いたり見たりいろいろしたいんだけども、その時間がないっていうね。気迫が激しいですね。そして牧草のようなね、大丘が広がって、そしてまた大きな街にたどり着きましたね。途中でショートカットしようかなとも思うんだけど、ここはどこだ。マクドナルドがあるね。ね、全然ね、分かんないね、どこなのかね。分かんないんだってよ。まだね、このと、まだね、この辺がスペインの北西部の端っこあたりじゃないかなと思うんですよね。まだ全然ね、ポルトガルよりも遠いところにいるのかもしれないよね。こっから南の方行くとポルトガルなんですよ。途中ショートカットしようかなと思ったんだけど、とにかくね、ポルトガルには入らないとダメだと。ポルトガルの北の方のスペインのところを走っております。この辺にね、なんかね、宗教のね、ベドラかもしれないし、サンチアゴでコンポステーラかもしれないんですけどね、ちょっとね、記憶がね、あやふやでございます。それにしてもビーチでございますよ。大西洋でございます。大西洋の海を見るのは人生で何回あるんでしょうかね。西洋ね、やっぱり人間はね、世界中ね、どこへでもね、行ってね、景色を見る権利があるんですよね。日本で生まれたとしてもですね、日本だけで一生送るのはね、もったいないなと僕は思ってしまいます。まあ、東京にいる人がですね、例えば熱海に旅行するのとフランスとかね、パリに旅するのを比べると、なんとなくフランスに旅した方がいいような気がするけれども、旅好きの僕としてはね、どっちに行っても同じなんですよ。ただね、一回行ったことのあるところと一回も行ったことないところを比べると、行ったことのないところに行きたいというね、そういう感じになりますね。だからですね、日本でもですね、最近は自転車旅をしてね、誰も旅として行かないような区市町村にね、こだわって旅なんかもしてますけどもね、あれもですね、行ったことのない区市町村に行けばですね、海外旅行をしたようなね、気分になれるからこそ、最近のね、僕は2020年あたりのね、僕はやっているわけでございますね。まあね、海外旅行やっておけばよかったなという思いもありますね。だんだんと暗くなってきましたかね。だんだんとね、ポルトガルのね、北のね、人生の時間がなくなってくるんじゃないかなと思いますね。残りの時間をね、どう使うのか。高速道路を南下してポルトガルの方に目指しているスペインのところのドライブの風景でございます。分厚い雲があるからちょっと暗くなっているんですかね。まだ雲の上に太陽がある、そんな感じでございますね。
たすらドライブするとやっぱり退屈ですね。日本じゃないっていうことだけでテンション上がるんですけども、それにしてもね、山に囲まれたような風景の中、ひたすら高速道路を走っていきます。この日はどうしても今日のうちにポルトガルの中に入りたいなと思っております。そうなんですよね、日程が限られておりますからね、なるべくペースを上げて今日のうちに先に行きたいという、そうなんですよ、そういう気持ちで2週間でね、ヨーロッパ車で1周はね結構ねハードだったんですよ。運転に少し飽きてきてるような気持ちも伝わってきますね。3週間4週間2ヶ月必要ですよね、北欧まで行くとしたらですね。この時はだからイタリアカットしてウィーンまで行って、どうやって撮影してんですかね。オランダまで行って戻ってくるみたいな感じですね。それでも1日2日、まあ、24年前の前倒ししてパリに着いてロンドン付け加えて帰ってくるみたいな感じになっておりますね。やっぱヨーロッパ行ってロンドン行かなかったらダメだなみたいなことになったんですよね。そんでもってこの時もずっと自分を自撮りしてるんですね。8ミリビデオの自撮りでございます。早いですね、最先端ですね、この当時としては、うん、もう早くポルトガルに急いでましたからね。途中から高速に乗って空は太陽が当たってますね。でもね、分厚い雲もちゃんとある感じですね。木漏れ日的なね、日差しが路面を照らしておりますね。またトラックを追い抜いていきましょう。まだ日が高いね、もうちょっとしないとポルトガルには着きませんね。車の運転はね、広い範囲をね短時間で回ることができるので、そういう意味では